ウリッジ族は、ツングース系民族の一つで、主に、ロシア連邦のアムール、川下流域に居住する。ナーに、オルチャ、マ万ン群ンなどの故障でも呼ばれる。サンタン交易で知られる、サンタン人はウリッジに推定されている。現在は一部が、ロシア人との根結が進んでいる。ウリッジは、アムール川最下流に居住する二部府、上流のウスリー側の合流地点などに住むナ位に、 挟まれる形で、アムール、川下流域に居住しており、他にも北で、ネギラールと南でオロチと接している。1989年の人口調査では、約3200人が、ロシア国内に居住するが、その30%ほどのみが、ウリチ語を母語とする。ウリチ語は、南部ツングース諸語に属しており、特に、七位語の下流方言、ウィルタ語との共通性が高い。 主な制御は魚老であり、蝶ザメや鯉をかぎ針、網などを用いて採集する。狩猟は二次的な制御であり、陶器に食用として熊を毛皮用に、天やリスを狩猟する。ロシア人の寝室によって、現代ではジャガイモを中心とした農業、牛、豚の飼育も行われており、生活様式がロシア化している。マミア・リンゾウが記録したサンタン人の事象。 マンゴーとウリチの故障の一つ、マン群が一致することと推定されている。サンタン人の居住地が概ね現代のウリチの居住地域と一致することなどから、ウリチは日本語資料に登場するサンタン人であると推定されている。一方、新潮の資料では、アムール川最下流の集団を増やか、その上流の集団をヘジェと呼んでおり、ウリチにあたる集団が存在しない。しかし、 清長におけるヘジェフィアカはアムール川下流域一帯の住民の代名詞という意味合いが強くウリチはヘジェとフィアカ両方にまたがる形で居住していたと考えられる。新朝の変民制度に入ったアムール川下流域の氏族のうちキジンハルグン姓、ウディル姓、ロンキル姓などは現代のウリチにあたる氏族であったと推定されている。またトゥメリル姓。 ガキラ星、チャイセラ星、ブルガル星などは、ナナイとウリチの境界地帯に居住しており、一概に貴族を決めるのが難しい業者の中間種族と考えられる。ウリチは、他のツングース系民族と同様、ハップログループ C2 が高頻度であり、69%見られる。ありがとうございます。